みーたんチャンネル。皆さんこんにちは。私は今山梨県に来てるんですけど、この前調べてたらね、山梨にすっごい美味しそうなかき氷屋さんを見つけたので、今日はそのお店に来てます。今から買いに行こうかなって思ってるんですけど、今来てるのは山梨県の甲府市っていうところにある府の岡田屋、お店の横に今車を停めているところでございます。本当にね、可愛くてめっちゃ美味しそうなかき氷なの。だから今すごい楽しみなんですけど、今から買ってきます。何これ買ってきます。はい、ここが府の岡田屋さんです。見て、いろんな府があるね。この看板めっちゃかわいい。抹茶を食べます。かわいい、カラフルな麩がいっぱい乗ってます。あずき生麩かき氷です。で、これ見てください。私はね、麩をねたっぷりバージョンにしたからね、いっぱい乗ってます。めっちゃカラフルです。抹茶味食べたいと思います。この麩を食べよう。これお麩なの？めっちゃもちもちしてる。太陽めっちゃ出てきた。もちもち、美味しいね。お餅みたいにすごいふわふわしてます。抹茶のかき氷も一緒に食べます。うん、安定の美味しさ。抹茶濃厚です。かき氷食べるの今年初めてかも。初夏かき氷、夏の季節がやってきましたね。めっちゃ美味しいね。かき氷に乗ってる白玉、めちゃくちゃ大好きなんですけど、白玉が大好きすぎて、いつもかき氷全部食べた後に白玉最後に食べるからね。お麩もそういうバージョンみたいでさ、白玉みたいにね、もちもちしてる。しかも可愛いし、これ可愛い、見て可愛い。お麩ってこんな食べ物でしたっけ。皆さんこのかき氷屋さん知ってました？私たまたまインスタで見つけて来てみたんですけど、こんなに可愛いかき氷が日本に存在しているなんて。で、今ね、これ下に食べ進んでたらね、下に練乳が入ってたの。最高すぎない？すぎまいって何？最高すぎません？かき氷にかかってる練乳は本当に大好きなんだよね。美味しすぎる。ちゃんとお麩はまだまだいっぱい残ってます。あー、でもキーンってしてきた。かき氷食べてるとなるやつ。かき氷食べてるって感じする。いいね。とうとう最後のお麩になってしまいました。最後に残ってるのはね、何だろう、もみじみたいな形をしているおふくんが最後に残りました。バイバイ。おいしい。本当にね、めっちゃおいしい。なんかね、小麦っぽい風味がする。もちもちのおふです。おふにもこんなおいしさがあったんだって思いますね。完食。ごちそうさまでした。美味しかった。おふかき氷、甲府市にあるとっても可愛くてとっても美味しいもちもちのおふが乗ったおふかき氷、府の岡田屋さん。皆さんもよかったら山梨県行った時行ってみてください。ほうとうです。あ、めっちゃ美味しそう。昼そばかと思ったら夜はうどんです。
がもちもちで、やめて、めっちゃ美味しい。美味しいね。山梨旅、最高の日帰り旅行になりました。